後世の先、また信長の持つ腕輪は一つであることも判明した。反乱軍にもいい直虎が拾ったものが一つある。他の腕輪を信長や奪起に先んじて見つければ、この異界の戦いで有利に立てる。直虎殿。あ、違うんです。今は元の世界でお仕えしていた家康様のことを思い出していました。それは心配ですね。この先で襲われている者がいる模様。呂布、あの騎士もこの世界に来ているのですか。ええ、私の世界では最強と名高い将です。黒い鎧を身にまとった大男で。あれ、私その人と戦ったことがあります。あ、だとすると腕輪を持っているかもしれません。まずいですね。ただでさえ強い呂布が腕輪まで。しかし襲われている者を放ってはおけません。はい、不安ですが助けに行きましょう。敵は奪起と場の呂布、貨幣で挑むのは危険です。まずは呂布以外の敵を倒し、襲われている人たちを救いましょう。家康さん、これだけ誘っても仲間にならないんだ。何度でも申し上げる、この世界の状況もわからぬまま従うなど。逃げ切らない男ね。いいわ、だったら抹殺しちゃう。このままでは殿が。どいてください、私がお救いしなければ。この先へは行かせぬ。お前の相手は私だ。家康様、よかった、また会えた。それに皆さんのお姿もいた。母上、泣いてはダメです。ダメすぎます。今家康様を速やかに救うのが最善。新入りの言う通り、我らの手で殿と稲を助け出さぬ。あら、家康さんの他にもお客さん。呂布さん、楽しめそうでよかったじゃない。ふっ、うせつらこ。お前はちゃんと戦を見、結果を出せている。勝つぞ、一緒にな。そういらっしゃいました。こちらに来ると分かっておりましたぞ。さあさあ、紹介殿、我らで皆様をもてなしましょう。なぜ私がこいつの下で。まあいい、目障りな連中は消してやる。なんと素晴らしい武勇。これは呂布殿が興味を示されそうですな。新旧殿の采配には困ったものだ。私の戦術に傷がついたじゃないか。見事だ、これからも頼みにさせてくれ。あらら、新旧さんやられちゃったみたいよ。少しは骨のある奴がいるようだな。
前なんざひとひねりだ。すごい。ですが、イナは本田忠勝が娘、負けません。私とて鬼神の娘、一歩たりとも引く気はない。天下無双だ。だがまだ最善を尽くしきってはいない。お前はちゃんと戦を見、結果を出せている。勝つぞ、一緒にな。みんな無事であったか。父上、好きだらけですよ。もう会えぬかと。貴様の相手、鬼神の娘が務めよう。覚悟しろ。申し訳ありません。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。霊気を倒すとはなかなかやるな。手応えがありそう。ちょっと呂布さん、勝手な真似しちゃダメよ。まだ目の前の人たちを片付けてないでしょ。ならばさっさと終わらせてやる。ゼロ雑魚ども。殿、お逃げください。呂布、なんという部下。主は影が守護せ。徳川家の方々が次々と。このままじゃ家康様が危ない。家康様は撃たせません。私が必ず助けてみせます。なる苦難も耐えて忍ぶのみ。
されようとも粘るのだ。申し訳ありません。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。霊気を倒すとはなかなかやるな。手応えがありそう。ちょっと呂布さん、勝手な真似しちゃダメよ。まだ目の前の人たちを片付けてないでしょ。ならばさっさと終わらせてやる。
何という部下。主は影が守護する。徳川家の方々が次々と。このままじゃ家康様が危ない。家康様は撃たせません。私が必ず助けてみせます。すごい力が溢れてきて、でも恥ずかしさも溢れてきます。もはや家康などどうでもいい。さあ来い、俺を楽しませてみろ。早く逃げてください。ここは私が食い止めます。主、こちら。すまぬ直虎、任せたぞ。あっちに腕輪を使えるようになったんだ。お任せを。これでよろしさまに。少しは楽しめた。その力次までに使いこなしておく。はい。なんとか玉さんを退けたみたいです。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。あれ、玉さん帰っちゃったの？もう仕方ないわね。みんな私を守って。時すでに遅しですよ。全軍ダッキを狙ってください。レディオの力はいつでも使えるわけだ。よほど強い気持ちを抱いた時だけということか。ごめんなさい。なんと無様な。相手になるぞ。守ります。覚えておけろ。見事なる働きを。その心意気あっぱれなり。うわ、恥ずかしい格好。恥ずかしすぎて直視できない。恥ずかしい。そのまま赤くなって倒れちゃいなさい。その腕輪はもらってあげるから。やられちゃった、残念。でも面白いものが見られたからいっか。ダッキさんに逃げられちゃいました。でも
私たちの勝利ですよね。はい、今回はダッキーがこの敗戦でおとなしくなるといいのですが。危ないところ。そんな、いいではありませんか。確かにそうですね。この力で期待しています、家康殿。なるお、家康様。それにしても気のせいって。太平の世、射抜いてみせます。影水正義はこう、いい感じです。腕輪の力は、いつあれに秘められた力は。そんな。いえ。ええ。一つ、彼らは何を。ならば。わかりました。腕輪の力を引き出したいい直虎の奮戦もあり、だが喜んでばかりもいられない。未だ目的の見えぬ闇を少し使者を送りましたが、敵軍は話し合いを拒否、防衛の準備を始めたとのことです。戦わねばならぬか。ま、一回ぶちのめしてやれば話を聞く気にもなるだろう。敵にはあの芝居もいるか。俺には少し荷が重いな。孔明、君がここにいてくれれば。
全軍止まってください。この敵の布陣、きっと罠です。みんな行きます。橋を渡った先におそらく伏兵が、迂回し逆に背後をつきましょう。ジョシュは諸葛亮と机を並べた軍師、このぐらいの読みは当然だ。お味方の英傑が徐々に増えていますね。頼もしい限りです。そうだな、このままいけば信長にも対抗できるかもしれない。平地です。先方を見せるは橋だが、いや、燃えろ。完破すると見事だが、ええ、油断ならない敵ということです。この先も十分注意するのですよ、影か。我らの備えは万全よ、バカめ。どこからでも攻めてくるがいい。油断するな、バカめ。足元を救われようぞ。その勇気、アヤの心にも響きましたよ。見せてやる。この俺、これで勝ったと思うなら、体勢を立て直す前に。奉仕祭と申す。いざ。これ以上の成果は上がらんだ。撤収する。ご無礼ながら背中がガラ空きでございます。よろしくお願いします。まずいよ。敵の狙いは強撃だったのか。伏兵を見破っただけで俺は満足していた。相手の方が一枚上手ということか。伏兵には感づいておったようじゃが、それで油断するなど甘いわ。常に二の矢を用意する。それでこそ一流の軍師というものだ。強撃される前に本陣を捨てましょう。敵中を突破し、そのままあちらの城へ。ほう、囲まれる前に動いたが、やつもまんざらバカではないようじゃな。信長に組みするとはうろたえものですね。
アヤに薫陶を授けましょう。あら、それは楽しみだわ。私を思い通りにできるつもりなの？その勇気、アヤの心にも響きましたよ。申し訳ございません、マサコさん。小十郎が敗れただと？やはり侮れぬ敵よ。この戦、俺には荷が重い。おめえどうするだ？ん？ここは兄者の軍がいるようだ。ええ、現直の顔が見えますね。どうやら芝居と戦っているようですが、諸葛亮軍長、こんなところで再会できようとは。再会の喜びはまた後ほど。まずは兵を分け、私が来たと触れ回ってください。なるほど、芝居の読みを利用するつもりか。全軍に伝令を送ろう。行きます。孔明はやはりすごいな。よくぞ兄者を守ってくれた。これよりは拙者も貴殿だと堂々いたす。勝機は今、厳しく攻め立てます。一緒に戦ってください。はい、頑張ります。はで受けたまわった。我らの役目は陽動か。行きましょう、ペルセウス殿。劣勢の中で兵を二つに分けるか。解せないが、今は従おう。よし、我らも雪村殿と共に進む。許しません。敵は兵を分けたようじゃない。それに諸葛亮が現れたと騒いでおる。くだらぬザレ言を。やつの名を出せば私が動揺すると思ったのだろう。そう都合よく諸葛亮が出てきてたまる。劉備のいる本隊を撃ち、即刻戦を終わらせる。俺の負けだ。背後は任せよ。忍びの技、そなたに及ぶものはないな。我が軍に挑め！
ならば逆に喧伝し、策だと疑わせましょう。芝居殿なら必ず疑うはず。そこまで見越しての行動とは、さすが孔明様。おお、よくやってくれた。レンレン、やはり本物の諸葛亮が部隊を率いているとのことです。その手に乗るか。そちらは陽動よ。南から迫る劉備の部隊を狙え。まあ、行くぜ。そなたこそ真の三国無双なり。敵はこちらに集中している。陽動は成功しているな。それもペルセウス殿の働きあってこそ。私もより一層奮起せねば。奴らの必死な様、やはりこちらが本命だろうな。策はうまくいったようだ。こちらの敵は手薄、容易に突破できる。それも神の奥義があればこそ。そろそろ気が満ちます。でね、例の部隊を率いているのはやはり威勢を持った軍師とのことです。なぜか本物の諸葛孔明か。芝中達もいるのだ。可能性はある。道は開けました。慎重かつ迅速に進みましょう。さすがです。その調子でお願いしますよ。チームは許しません。戦闘運勢は橋だが、いや、お前よっ。バカな、諸葛亮だと。義兄でも木造でもないのか。この戦場に私が来たのは偶然です。一緒に戦ってください。読めなくても何も恥じることはありません。面白い。画領諸葛亮、この奥州の竜が相手じゃ。やはり孔明はすごい。君が来てくれて助かった。玄直が耐えてくれたおかげです。ところでこの世帯は一体。なるほど、事情は理解しました。想定、うん、私も微力ながら尽くしましょう。運長。ええ、劉備殿。わしらは信長の妙な力に。しかしだから皆の優れ。そういうわけ。ええ、こちら。ところで詳しじゃが、むしろあの天かける竜地の小十郎、この芝中達。戦も人も孔子祭韓雲長、この諸葛孔明、竜の妻としての誇りを胸に。道が開けた。で、どちらが先に行く。私が。腕輪を盗んだあの男、許してはおけぬ。半人などに目をかけるからそうなるのだ。まさか我らを欺きここに忍び込むとはな。責任は取る。
待っているがいい、ペルセウス。信長と直接対する前に。ああ、俺も会った。うん、だといいがな。承知しました。軍に処…うん、賛…今こそ天下無双のモノノフです。反乱軍は義伊達連合軍を破り、彼らを仲間とした。これにより織田軍に加担する勢力は絞られる。呉の孫権の勢力と義軍の一部である。反乱軍と織田軍の戦力はほぼ互角となったが、依然として織田信長の真意はつかめなかった。背後にいる者の正体も見えぬままである。そんな中、孫権はさらに信長の力を削ぐため、父孫権の説得を試みる。だが、無情なる親子の戦いは目前に迫っていた。世界の危機、そしてゼウスとやらの策略か。お前たちの言い分は分かった。では父上。だが俺はすでに信長と盟約を結んでいる。孫家の長として俺をたやすく保護にすることはできぬ。しかしこのような時に家族で争っている場合ではありません。そう思うのならば、ケン、お前がこちらに下ればいい。そうできぬだけの信念を持っているならば、たとえ親兄弟であろうと牙を向け。父上。わかりました。虎の子として武を持ってあなたを説得してみせましょう。ふん、やってみるがいい。リクソン、戦となれば君が指揮を取るのだろう。成長を楽しみにしているぞ。周遊殿、承知しました。陸白玄、全力で参ります。
無駄に争いを長引かせたくない。私が迅速に父上を倒そう。よきなさい。わかりました。全軍、進軍を援護してください。尊敬様、私もお供いたします。ありがとう、天使。お前はいつも私の心に寄り添ってくれるな。修繕殿、フェイホル、前線はお任せします。敵軍を引きつけておいてください。わかった、俺たちに任せてくれ。なぜ孫権殿は信長と組んだのか、殿が明らかにされるまで耐えん。孫権様に会いたいなら私を倒してください。戦いたくはないが仕方ない。孫権様、止まって。それ以上進んじゃダメ。いや、悪いな。ここは通してもらう。見事だ。その調子で奮戦せよ。周遊様のためだもん。ここは通さないから。私も引くわけには参りません。孫権様のため道を開けてもらいます。怖いけど引けません。だって孫作様のためだから。それは私も同じです。大切な人のため戦わなければ。引かせたくば力ずくで来い。こうした剣、この程度で俺は倒せんぞ。やはり父上はお強い。親父、あとは任せてくれ。ここは俺がいれば十分だ。おう、策か。そうだな、剣の刃にはまだ迷いがある。やはり兄上の軍が控えていたか。殿、一度お下がりください。例の手を使います。わかった、頼むぞ。リクソン、敵軍の分断は成功したぞ。孫策、うっせえ、このまま押し潰す。まあ、すごいのね。素敵だわ。耐えられるかな。総員、昼間城を制せ。その首もらい受ける。いざ。仕方あるまい。さらば。第二陣、出陣せよ。やったんな。俺も前線に出たいぜ。ダメだ孫策、君は待機していてくれ。先行運勢は橋だが、やむを得ん。
いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。すみません。止めなさい。タイヤー。よし、このまま畳みかける。リクさん、奥の手はまだなのか。まだです。もう少し耐えてください。才能豊かな若者、気を緩めるわけにはいかんだ。特別についてきてくださいよ。いいですよ。若者、私が負けただと。格が違ったわ。戻って策の練り直しだ。どうにもならぬ。我が策では止められなかったか。逃げるしかない。おのれ、これで勝ったと思うなよ。こんな見事に負けちまうとはな。待たせたな。親子揃って援護に来てやったぜ。大使、孫権殿の指揮のもと包囲作戦に参加する。間に合いましたか。敵に気づかれないよう囲んでくれましたね。なるほど、剣は苦戦を装っていたのか。援軍の動きから我らの目をそらすため。剣兄様のこと甘く見すぎたみたいね。子はいつの間にか成長しているものだな。この父も決死の覚悟で戦わねばなるまい。お前結構やるな。その調子でいけよ。俺は孫権の相手をする。お前は奴の娘を頼むぞ。わかりました、お父様。みんなよく耐えてくれた。今度は我らが攻める番だ。はい、参りましょう孫権様。見事だ。その調子で奮戦せよ。大使人、お前も共に兄上のところへ行くか。は、喜んでお供しましょう。苦戦していました。あなたの援護感謝します。久しぶりだな、氏康。お前は信長の考えを理解してる方だったな。ああ、その上でこっちに着いた。ただ、一度てめえと本気でやりたいと思ってな。そういうことなら、受けて立とう。虎と獅子、最後に勝つのはどちらかな。
となものだ。立派に成長したな。ケン兄様かっこよかった。ケン太子爺、お前らと戦えて楽しありがとうございます。ですが、うん、リクソン。いえ、すまねえな。父上、俺だが、信長のやり方が気に入らん。それ以上は分かりました。孫文代、くさ、孫白、行くぜ。休養期孫昌公、修行金。へへへ、私頑張っちゃう。私織田軍がすぐ近くまで攻め寄せている。なんて明智光秀だったらきっと。え、ああ、はい、父上には。よっしゃ、孫白、行くぜ。孫白、真の三国、さあ、うまくいったぜ。さあ、やってるぜ。